皆さんこんにちは、大野舞です。本日は今話題の激安通販サイトティムで爆買いしてみました。それでは最後までご覧ください。はい、ということでたくさん購入させていただきました。それでは一つずつ紹介していきたいと思います。まずはこちらの大容量バッグです。まず見た目がめっちゃ可愛くないですか。これ色が9色あるんですけれども、私はこのピンクグレーに一目惚れしてこちらにしました。で、なんと最初に紹介したあの商品が全部入るぐらい大容量です。続いてはこちらの商品です。見た目はねもちろんなんですけれども、こちらぬいぐるみバッグっていう名前がついていまして、その名の通り触ると本当にぬいぐるみみたいにもちもちふわふわしてるのがすごくお気に入りポイントです。続いてはこちら白のセットアップです。めっちゃ可愛くないですか。色はね3色あったんですけど、私は白にしました。白って透けやすいんですけど、全くそんなこともなくてすごくお気に入りです。そしてこちらは裏地付きのタイツになります。初めて履いたんですけど本当にあったかくてめっちゃびっくりしました。みんなぜひ履いてみてください。そしてアクセサリーもすごく豊富にあったので買ってみました。どっちもねハートにしたんですけど、ピアスが80円、ネックレスが165円です。すごいですよね本当に。そしてここからは水着です。今回ね水着たくさん買ったんですけど、あのグラビアをやってるとねいろんな視点から見て水着選ぶんですけど、今回はシンプルに自分が着たいものを買いました。1着目はこちらです。大きなリボンがアクセントになっているこのワンピースタイプの水着です。このねスタイルがすごいねよく見えるんですよね。このカットの仕方がすごい優しいラインでお気に入りです。そして2着目です。なんだかこう見ると私は大きなリボンがついているデザインが好きなのかなと思うんですけれども、今回はシックな感じです。こういうなんか独特な形のね水着がすごい好きで、あんまりやっぱ売ってないんですよね。だからねこのティムさんは本当にたくさん種類があってすごいお気に入りです。かわいい。どうですか。続いてはこちらの水着です。なんとこちらね水着の上にこう巻くスカートがついてくるんです。すごい可愛いですよね。この柄もなんか個性的でいいなと思って買ってみました。こうやってねチラッと隙間から見えたりするのがセクシーで大人な水着っていう感じですね。だからこうやってスカートにしてもいいし、外すと水着になれるということで、なんか外す仕草があるとぐっとセクシーになりますね。どうですか。続いての水着はこちらです。今まではね大人っぽい水着が続いたんですけど、一気にガーリーな可愛い水着も選んでみました。こちらハトメ刺繍って書いてるので、そういうね刺繍で可愛いですね。ちょっとこうフリフリっとした感じで、私的にこれは男性受けがいいんじゃないかなと思ってるんですけれども、皆さんどうですか。色もね白と黒とピンクの3色があったんですけど、私は今回白が可愛いなと思って選んでみました。やっぱねこうグラビアではねなかなかねこういうフリルがついたのとかは着ないので、今回こういうのがずっと着たかったのですごい嬉しかったです。続いての水着はこちらです。ドット柄の水着になります。やっぱりね柄付きってあんまりねグラビアでは着ることはないんですけれども、すごいなんか
ポップで可愛いですよね。しかもこちらの水着1205円と破格の安さとなっております。でもやっぱりね、あの安さは着た感じほんと感じなくて、すごいねしっかりしててめっちゃいいなと思いました。そして続いての水着はこちらです。こちらの水着もね1178円と本当に安いんです。でやっぱり安いといいなって思うのは、いろんなものに挑戦できるんですよね。なんかこう高いとね、こう安定な水着にいっちゃうんですけれども、こうやってさくらんぼ柄にも挑戦できたりします。みんなはどの水着がお気に入りでしたか？ここからは便利グッズの紹介です。なんとこちら時計、携帯、イヤホン3つが同時に高速充電できるというものです。1箇所でまとめて充電できるのがめっちゃいいなと思いました。続いてはこちらです。携帯や iPad を立てれるホルダーになります。こういうのって正直何個あってもいいじゃないですか。374円と安いので、ぜひ皆さんもゲットしてみてください。ちゃんと滑り止めもついてます。そしてラストの商品になります。こちら星のプロジェクターライトです。こちらね、なんかベッドルームとかに置くとこんな感じでね、こう綺麗な照明がつきます。でリモコンがついてるので、こうやってボタンを押していくと、いろいろと色や模様が変えられます。私が買ったのはちなみにオーロラです。でしかも383円なんですよ。なんかほんとお試しに1個手に取っていただきたいです。まだまだティムさんには本当にたくさん商品があるので、ぜひ皆さんも覗いてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。